お疲れ様です。植木屋剣チャンネルです。今回の動画はですね、あの、昔にですね、植木をリセットできるという動画を出したんですよ。リセットっていうか、あの、強剪定のもっとその、強剪定バージョン。まあ、僕が勝手にね、作った言葉で、爆強剪定ってね、いう題名,題名でね、動画を昔あげたんですけれども、その、地際で切ってやり直すと。 いう感じの、ま、あ剪定じゃないですね。まあ、大きくなりすぎて、だ、木ある、あるじゃないですか。まあ、例えて言うたらね、金木犀とかでね、ものすごく大きくなってしまったと。で、毎年じゃんじゃん伸びるんでね、植木屋さんに来てもらって、で、もうきつく、思っきりきつく切って、って,言,って言わ、言うて、で、思っきりきつく切ってもらうと。じゃあね、まあ、その分反発でまだブワッと伸びるんですけれども、で、その、葉っぱを伸ばす勢いにばっかりね、 その養分ががって全く花が咲かないとでまたその伸びるんで次の年切るとでまた伸びてしかも花が咲かないというね一番その最悪なパターンに陥ってる人ってたくさんいると思うんですよ。ですんでまあ犀だけじゃなだけではないですけれどもただその何て言うんでしょうかねあの花が金木犀でっても花咲いてなんぼじゃないですかあの秋口にね咲く。 いい香りのするね。あれが咲かなくなったんであれば、その、それを維持する、しようと思ったらちっちゃくしないといけないと。ちっちゃくしたらその分反発す伸びると。で、それで花が咲かないというね、そういう最悪のサイクルを迎えてしまってるんであれば、その、僕が、あの、前にね、提案した爆強剪定っていうね、もう地際で切ってしまうと。じゃあ、地際で切ってもね、その、出てくる、またこう、 新しくこう作り直せる種類の木っていうのはたくさんあるんですよ。で、もちろんそういうことができない木もたくさんあるんですけれども、その動画を出したら結構ね、評判良くて、で、あの、わからなかったら聞いてくださいとね。その動画でね、えー、これいけます、あれいけますってね、えー、羅列したらちょっとね、大変なんでね、もしその、これいけますか、あれいけますかっていう質問があれば、あの、気軽にコメントしてくださいっていう、あの、いうことで、 コメントしてくださいって言うたらね、結構コメントいただいて、で、それに対して結構答えて言ってたんですけど、で、まあそういう動画が過去にあったということで、で、この前にね、そのコメントで、その地際で切っても大丈夫な木、大丈夫じゃない木のね、その、えっ、ー、と、見極め方っていうのはなんかあるんですかみたいなコメントいただいたんでね、ちょっとそれについて答えようと思うんですけれども、あの、ものすごくまあ簡単に言うたらね、あ、簡単な種類で言うたら、 ダメなやつね。松は無理です。はい。松は、あのー、もう地、ね、地業で切ってしまったら、もう100、100%出てこないです。もう枯れてしまいます。はい。根っこは枯れてしまいます。で、あと、コリファー類ですね。コニファーって何って言ったら、あの、昔生えたゴールドクレストとか、黄色色とかね、あの、緑でも鮮やかな、こう、エメラルドグリーンみたいな色とか、あと、ブルーのね、そういうあの、ま、あ簡単に言ったら、外国から来た針葉樹。 うんっていう感じですかね。イングリッシュガーデンに使うようなね。で、あれ系はね、ほぼダメですね。あ,あの、地際で切ったらもうそこから裁方がしないでですね。はい。と、あとは、その、えっ、ー、と、その樹木の性質に関係なくね、やっぱお庭で育ててる木っていうのはね、そこまで樹勢が強くなかったりとかするんですよね。で、そういう場合は、その、無理な場合とかね。あと、まあ、 植えて間もない木とかでもまあ飢えて間もない木はそこまでね更新する必要がないと思うんですよそこまで大きくなってないと思うんでねでももしくはねそれをね、えー、こういうやり方を適用させてやる場合飢えたばっかりとかで根が張ってないんでねまだねそこまでだからそういうことができうる樹種でもダメな場合もあるしで一番で、あのー、言わなければいけないのはねやっぱ弱ってる木ですね 弱ってるる木はなんぼででき得る種類でもねもう地際で切ってしまったらそのまま枯れてしまう、うん、そこから目を拭かない可能性もあるんでその100%でではないんですよだから確率の問題ですねだから可能性があるないっていう話でしたら松は0%なんですよ可能性がね。で金木製で言うたらねもういろんなパターンあるんですけどまあ80%ぐらい85%ぐらいは大丈夫。 ということです。ただ、その、残りの15%はいろんなじょ、あのー、その、条件で枯れる場合があるんでね。これをやる場合っていうのは、さっきも言ったようにね、金木製でも,も、毎年、あのー、短く、あの、花関係なしにね、短く切ってもらってる。で,、ま、でも、また伸びるじゃないですか。で、また短く切ってもらってる。しかも花が咲かないんで。そういう時ってもう、何とかしたいじゃないですか。 で、そういう場合に、まあ、金木製は確率的に85%以上はいけるんですけれども、まあ、残り15%は何かの問題でだ、あの、枯れてしまう可能性もある。でもやってみようはないか。85%は、あまあ、死実と一緒ですね。はい。もう難病で死術する成功確率が70%、70%だったらやってみようか、みたいな。まあ、それで、もういう考えで、ま、あかんかったらしゃあないやないかっていう感じでトライされるのをお勧めします。 とどうしようもなくなった場合ですね。どうしようもなくなった場合地際で切ってそこからまた新たにね、えー、やり直すっていうのは剪定ではないんですよね。はあ、で剪定でできる場合はもう地際で切らんとちっちゃくできる。でまたあのその年に伸びて花が咲くっていうようなサイクルができるその状態であれば別に地際で切る必要もないんでね。 ということですかね。どうしようもなくなった木に対してっていうことです。はい。で、まあ簡単にね、ちょっと、あの、僕に質問、コメントしてくれたらいいんですけどね。あこれいけますかあれいけますかってコメントしてくれたらいいんですけど。まあちょっと簡単に、ちょっとね、バーっと、あの、これも書き出してみたんですよ。で、今からちょっとね、簡単に言いますね。まあ、ぜ、あの、できやすい木っていう、あの、地際で切って、あの、生えやすい木っていうやっぱ黒金持ちとかね、 あのあ名前言うて、樹種がわかるかな。ちょっと全部写真載せれないんですけど、ちょっと、まあ、ざっと言ってきますね。黒金持ちとかね。あと、荒かし。えー、あ、その前にちょっと、すいません。あの、どうやって、その、見極め方ですね。地際で切って、そこから生えてくる木の種類のその、判別の仕方、見極め方ありますかって、一番最初の、一番大事なこと飛ば,飛ばしてましたね。すいません。ここまで見てくれてるから。それね、あるんですよ。 あの株立ちの木って全部できるんですよ。株立ちの木って何かって言ったら根元からね5本ぐらいこう幹が出てる種類の木です。だから普通木って基本まあ1本だけこう幹が出るじゃないですか。それが地際からねあの5本6本出てる場合あるんですよ。あれってもともとそういう木じゃなくてそういう仕立て方をしてるんですよね。 どうやってやるかって言ったら、このビュッと伸びた一本の木を地際で切ったら、やっぱ切り口からいろんなとこからね、四五分出るんですよ。で、それを残して仕立ててるっていうのが株立ちの木なんですよ。だから株立ちの木になってるっていうのはそれができるということなんで、あの、まあ、代表的なもの山帽子とかね、株立ち、あの、まあ、島とネリコもそうですし、エゴの木とかね、あの、株立ちの木とかっていうのはほぼ、 あの、できますんで、株立ちの木はできるという判断。というのが一つですね。と、落葉樹っていうのもね、結構できる可能、あんでできるんですよ。もういったら葉っぱ、なくなった状態で冬越しますんでね。 だそういう性質考えたらね、結構落葉樹ってね、あのー、できる可能性が高いのが多いです。上緑樹って、絶えず葉っぱつけてるんで、それが一遍に全部なくなったら、やっぱバランス崩してね、なかなか難しい可能性がある気が多いんですけれども、落葉樹基本的にね、できるやつが多いんですけれども、全部じゃないんですよ、全然。全然全部じゃないです。だから代表的な落葉樹でね、あの、もみじとかね、あの、意外にできなかったりするんですよ。もみじでね、 僕多分でけへんのちゃうかとう、確率めっちゃ低いと思いますわ。はい、あ。なぜかね。でもその落葉地も青玉とかね、今流行ってるね。ああいうのはもう全然、あのー、可能性高いですよ。青玉と、青玉とかね。業はできて出てくる可能性はもう80%以上やと思います。はい。これは僕の経験でね。なんですよ。だからその、なんていうんですか、株立ちの木ってね。面白い。あのー、あの、山とかでもね。 カブダチュがあるとこっていうのはそこで人が生活してたとかね。そこでその樹木を利用してその生活している人がいるっていうあの判断もできるんですよ。あ、里山があるな、里山があるなみたいなね。カブダチュって人為的にしかできないんで。だそういう木があって山にたくさん生えてるってことは、あ、ここまで木を切りに来てんねやなとか人が住んでんねやなっていう判断もね、できるということですね。ですんで、あと、あとその、どんごりの木ですね。 どんぐりがなる木ね、カシの木とかね、あのー、くぬぎとか、コナラとかね、あの辺とか全部できるんですけれども、でき、あできるんですけれども、特にその、落葉のどんぐりの木ね、うん、あんなの、もう、もう95%、98%ぐらいできるんですよ。でもまあ、落葉のどんぐりの木ってなかなかね、家に植えてないんで,すでね、まあ、雑木の庭が流行ってて、まあ、ことかは比較的、 入ってるかなで、この枝もデカなるんでね、ああいうのも地毛でバーッ来てもらったら、またそこからこう株出しで履いていくんで、そういうのは更新しやすいですね。ですんで、そんな感じの見極め方があるということ。で、さっきの続きね、えー、ざっと言ったら、黒金虫とか全然できますね。あら、荒かしとか。で、椿も結構できます。サザンカとかね。で、金木も,もちろんできますし、で、もみが意外と無理で、で、梅もね、梅も多分いけると思いますよ。はい、あ。 なんか僕、梅ってやったことないですね。うん。なんででしょう。<laughs> 多分いけますよ。とか、あとね、地際で着るときでも、その、ヒコバエって出る、出てる場合があるんですよ。下からまたこう、あの、芽が出てる木って、あの、多いじゃないですか。サルスベリとか特にね、ヒコバエが出る木ですね。サルスベリとか、モクレンとかね。 それで僕もそのいっぺんね桃の木があってね桃の木があってこう趣味気があってねその根元がもう穴開いてグラグラでいつも朽ちてしまうかわからんという桃の木でもね下から「ヒコバエ」っていう下から芽が出てきたってたんですよだからこれダメなったらこっち伸ばしていこうっていう頭があったんでこれをね切らずにね置いてたんですよでこれがいよいよダメなってこれを切って かかたたこれを生かしたというねだからそひこばえをある程度育ててたらね確実ですね何もなしにしてそこからこうなんかこう期待して最後方が刺すよりもね、まあらかじめこれを伸ばしていくっていうひこばえを作っといくのもええことです。でただ一つだけそのひこばえを伸ばすことによってまあ上の勢いがなくなるっていうのは正直あるんですけれどもだからそこの変更の仕方とっていうのはちょっとねなかなかあのシビアなものがあるんですけれどもまあ こっちが出てるんであればこっちを置いといてっていうのはもう確実ですね。はい、という感じですね。でさっきの続きね何、えー、点なんか全然,全然いけますね。うつぎとかねあとつツじツね平戸つつじね結構大きくなってしまったつツじツとかねあの、持ち際で切ってしまってもねいけますよ。さつきとかもねいけますね。はい青 大きいはどうやろう無,理無理かな、まあんまあ可能性低いかもしれないですね。アジサイとか全然いけますし、サルスベリもいける。松はもう100%ダメねで。ソテツとかね、ああいう、なんでしょう。ソテツとかも全然飽きませんね。無理ですね。カツラ。まあカツラなんか落葉樹のね、落葉樹、あの全然いけますね。で、さっき言ったゴールドクレストとかね、コニファー系全部ダメですね。 花水木もね、落葉樹なんですけどね、意外と弱いんでね、庭に植わってる花水木ね、授業で切ったらそのままダメになる可能性が結構高いですよ。でも100%ダメじゃないんですけど、その辺がね、なかなかその僕ら植木屋でずーっとね、そういうの見てきてるんでね、うーん、なんかそういう微妙なラインっていうのがある程度は分かってるんですけれども、だから教科書通りではいかないですよ。うん。で、そよ これもね、ものすごい強い木なんですけれども、お庭に植えてるソヨゴって意外に成長してないなっていつも僕思ってるんで、地毛はできては枯れる可能性は高いですね、ソヨゴね。シャラとかも無理かもしれないですね。もうシ,ャラシャラは、その、切る切らんよりも、どんどん朽ちていってますんでね、都会では。エゴノキはいけますね。シマトネなんか全然いけますし、オリーブもいけますよ、全然。 山帽子もちろんね青田もいけるジューンベリーいける、えー、プリペットいけるレッドロビンいけるねトキアサクとかも全然いけるしブルーベリーとかその柑橘系みかんとかねあの柚子とかあの辺ちょっと怖いですねはああの辺ちょっと怖いですねうんビワとかもどうなんビワとかもねあのジュものすごく大きくなってたようなやつで邪魔なやつを切っても出てくる可能性は高いですね リワとかね、常緑樹ですけどマホニアコンフューサーはダメかもしれんですねあミ,モミモザとかもね多分ダメだと思いますよでも結構ねミモザねあのー、種を落としていろんなとこからこう出てくるんですよあれねだからそういうの置い,とい置いといたらいいと思いますようんだからそれを地際で切ってその根っこから放がさすんじゃなくてね あの種で落ちてそっからこう芽吹くるんですよ結構ミモザってねそんなん置いとくというのもええんちゃいますかねで基本ミモザの寿命って短いんでねもう8年ぐらいで枯れるんでねあれね倒れるんでねそういうのもありますねそんなとこですかねはあなんかザラザラーと喋ってねちょっとで結局どうやねんって話になってたら申し訳ないんでねあのコメントいた,いただけたら。 これいけるんかあれいけるんかってコメントいただいたら全部答えますしで僕のコメント欄この動画のコメント欄をバーでて見てもらったらねあ自分がこれいけるかなって思ってるやつを誰かが質問してくれてて僕が答えてるってい可能性もあるんで結構コメント欄あの見てもらうのもちょっとおすすめいたしますはいということでバーっと喋ったんですけれどもあのこんな感じでその木をリセットする キーの見定め方ということで、ちょっとね、喋らせていただきました。ありがとうございます。参考になったらね、よかったです。はいということで、また植木屋兼チャンネル、次の動画でね、またよろしくお願いします。失礼します。バイバイ。